ど、やっぱり推しが足りないというか、あとその告白の時に、なんて言うんです、女心をぐっとわしづかみにするようなこう、なんて言うんだろうね、セリフとかもいろいろ含めて、やっぱ強さが足りないのかな、わかんないですけど、分析するに。あまりにもいきなりだし、いきなりよくよく聞くと両親に挨拶ってなってるし、ちょっとなんか付き合ってもないのにちょっとなんか先走りすぎな気がしたんですけど、どうですか？ですよね。実際はでも大人心で見ると、まあなんかテンパってる様子が可愛くてしょうがなかったんで、ちょっとまあ OK って言いたくなったんですけど、ここは厳しく、やっぱりあの女心をガシッと掴む告白の練習なんで、素直にストレートに伝わってくるこのね、好きですっていう感じが、やっぱ時代は変わらず、やっぱりまっすぐな方がおしゃれだし、乙女心をつかむんじゃないですかね。